こんにちは、参議院の西田昌司です。今日は4月の12日の水曜日です。今日はですね、自民党の茂木幹事長が、この子ども手当ですね、少子化対策の財源として社会保険料を、考えてみたらどうかというような発言をされたというようなニュースがありましたので、まあ私の意見を申し上げたいと思いますが、これはもう全く間違い、反対です。というのは社会保険料という、呼び方してますけれどもね、これは社会保険税なんですよ。これ完全に税金です。で、ヨーロッパなんかではもうこれ完全にこれ社会保険料というのは税金として、取り扱ってますし、地方に行けばですね、このちゃんと社会保険、税という形で徴収されている税目ですね、書かれています。健康保険とかそういうものは、でつまり、これは税と同じように、広く国民からお金を徴収して、まあそれを負担していただいて、それを今度ですね、この給付に分配に使っているわけですけれども、まあそれだけでは足りなくて、この、半分は保険料で賄っていますけれども、あとの半分はですね、この国債で、つまり、通貨発行で賄っているんですよ。で、これを、よくですね、半分は国の借金でやってるんだと。とかですね、税金でやってるんだとかいう形で、これ厚労省や財務省が宣伝してきたんですけれども、まず、税金でやってるわけじゃありません。つまり保険料自体は税金ですけれども、あと残りの政府の、予算支出してる分はですね、これ通貨発行、国債で賄っているんですよ。ね。で、実際そうしてるわけで、で、これは次の世代の、じゃあ、負担になるのか。孫子の代の負担になるのかといえば、それもなりません。これは何度も言ってますけれども、これは赤字国債で出してるんですけれども、通貨発行によって、国債発行による通貨発行によって得た財源を、現世代の、社会保険料の給付に当てているわけですね。で、そして、その発行した国債の償還はというと、これは、仮返済を発行していますから、その発行した分の国債、つまり通貨発行量は減らないんですよね。で、これを、将来ですね、国債で返す、国債は税で返さなきゃならないんだと。だからそういうことで潜在的にこれは税を、この国債発行した分は、将来の税金が増えるんだというような脅しを、財務省はよく言ってきましたけれども、これは事実としてそんなことやってませんし、もしそんなことをすれば経済そのものが潰れます。で、この事実を知った上でですね、この事実を知った上で、この後、保険料と言われる、社会保険料税をですね、上げて、子育ての支援にするというのはですね、事実上、税金を上げたことと同じで、それぞれの家計や、それから企業の経営に、特に中小企業の経営にですね、大きな負担を、この及ぼすことになります。家計においてはですね、給料をこれ上げると言ってるんだけれども、給料を上げていただいても社会保険料の、その料率が上がって、手取り額は大して増えないということになります。ですから、手取り額が増えなければ、経済を大きくする力にならないんですね。消費が増えませんから。で、さらに、中小企業も、今人手不足ですから、結果的にですね、給料を上げないと取れないということになるんですけれども、給料を上げると同時に、その半分の社会保険料は会社が負担するわけですからね、その社会保険料、厚生年金、健康保険の、この分を払う分がまた増えるわけですよ。ですから給料を上げなきゃならないという、この大きな財政出動を、中小企業は要請され、さらには、このプラスアルファとして社会保険料も増やしていくことになると、ダブルでこれ経営に負担がきますよね。ですから、中小企業にとっては、日本の会社の7割8割中小企業なんですから、これはもう大変な経済的なダメージになる。だから今それやるんじゃなくて、これはもうはっきり言って国債でやればいいわけなんですよ。通貨発行でやればいいと。で、今例えばですね、この半分はそもそも、この赤字国債で社会保障費のこの、給付は賄っているわけですから、それを多少増やすだけの話でしてね、その分を通貨発行、国債発行で賄っても全く問題はありません。
で、ところがこういう保険料で上げなきゃならないというのはですね、広くみんなで、この次の世代を、この産み育っていくことは負担しなくちゃならないじゃないかという、まあ、ある意味でのモラル論がそこにあるわけなんですよね。で、そのモラル論としてその理屈はわかりますけれども、経済の実態としては、今社会保険料を上げるべきではないと。これは完全に大衆課税、さらに、中小企業の経営を大きく圧迫するもとになります。ですから、やるんだったらですね、もしそういう形で税、というかね、負担を求めるんだったら、これはもう前から私が、安倍総理が、お元気な時にも申し上げてきましたけれどもね、大企業の流動金に課税することなんですよ。で、大企業で、この給料を、給料じゃなくて法人税をですね、安倍内閣の下で、大幅に、基本税率を下げました。住民税と合わせて3割切ってるところまで来てるんですよね。かつては5割を超えていた、この法人税の、この基本税率がですね、3割切るということになってくると、もう2割分ね、これ利益が出ても、昔は1億儲けたら5000万払わなきゃならなかったのが3年まで済むんですから、2000万残ってるんですよ。で、それがどんどん積み上がって5年間で100兆円も内部留保が増えたという事実があるわけなんですね。で、本来それをですね、吐き出してもらうべきなんですよ。で、毎年例えば、3兆円分ぐらいのですね、この子育ての支援が必要だとするんだったらですね、それに見合う分だけ、この大企業を中心にですね、法人税率を上げると、そういう形で、十分その3兆円分ぐらいすぐ出てきますよ。だから、それをやるべきなんですね。で、そして、この法人税問題というのはですね、そもそも本来は給料を、このたくさん出していてくれれば、その分ですね、この内部留保は減っていくわけですから、内部留保が溜まっているところが一番経済の問題ですから、内部留保を吐き出すためにもですね、法人税を上げて、その分で、いわゆる、この子供手当の財源にすればですね、要するに事実上大企業が給料を払ってくれて、払ってくれたそのお金がですね、中小企業をはじめ子育て世代の方々に分配されるということで、全くこれ合理的なんですよね。ですから、やるんだったらそういう方向で考えるべきだと思っています。それからもう一つ大事なことはですね、法人税問題ですね。で、これは防衛増税で法人税も事実上、まあ大企業については 1% 弱、上がるということがちょっと提案されましたけれども、しかしこれは、その分で、取るお金というのはもう1兆円もないわけで、防衛増税はですね、1年間、防衛費の増額は1年間で4兆円余り増やすわけですからね。ですから、大半は国債発行で賄うことになっていますから、全体では増税の話じゃありません。ただ私はですね、なぜこの、こういう防衛費のために法人税を上げることも、子育てのために、内部留保から税を取る法人税を上げることも賛成をしているのはですね、要するに実質、子育ての話し始め、これからたくさんの財政出動をしていきます。政府側がしていきます。で、そして子供の、手当も、国債発行でやればいいんですよ。で、それをどん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 出していくと何が起こるかというと、国民側にですね、お金が給付されているのと同じですから、手元にたくさんのお金が、使えるお金が増えてくることになるんですね。で、そのお金を使っていただければ、日本は、このデフレから、一挙にですね、脱却して経済成長、インフレになっていきますよ。で、ところが問題はですね、今までもたくさんのお金実は出してるわけですね。で、そしてその結果、この家計の貯蓄も2000兆円超えたりですね、企業の内部留保も、500兆、超えたりという形で、まあ企業自体がそもそも、貯蓄超過という状況になってますから、本当にこの溜まってるお金を、使い出したら何が起こるかというと、これは、ヨーロッパやアメリカで起きているような、リベンジ消費のような形でどんどん使われるとですね、間違いなく、経済は大きくなりますが、やりすぎると、これまさにインフレになるんですよ。それも、極端なインフレ、
アメリカなどのように 10% 近いインフレというのはちょっとやりすぎですよね。だからそれを、させないためにもですね、実は財政出動はどんどんやっていくべきなんだけれども、インフレを止めるためにですね、事前に法人税の税率を上げておくということは非常に大事なことなんですね。つまり、財政出動によって国民側にお金を渡す。そしてその国民がお金を使ったりすることによって、要するに誰かの所得がどんどん増えてくるわけですね。で、その増えた分のお金を、法人税や、などでもう一度回収しておく仕組みを作っておかないとですね、どん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 使い回していくと、これはもう、供給力以上に、この消費がどんどん増えていくと、これは行き過ぎたインフレになりやすいんですね。なる可能性がある。だから、財源で税金を取るんじゃなくて、この過度なインフレをならないようにするために、今のうちに基本税率を上げる話をちょっと考えておくということを前から私は申し上げているわけですよ。その一環として、例えば、防衛増税という中で法人税を上げる話出てきましたけれどもね、これは防衛費の財源ではなくて、溜まりすぎている内部留保を吐き出すための一つの考え方。で、それから、先ほど言った内部留保に課税をして、子供の、手当をやればいいじゃないかというのもですね、一見それで子供手当の財源になっているように見えますが、もう片っぽでそれは、この、溜まりすぎている内部留保を取り出して分配に使うことによって経済を回す道具。要するに税というのをですね、財源ではなくて、この政策の目標、それを実現するための政策の道具としてね、考えるべきだと。で、そう考えたときに、今の法人税、それから所得税は、下げすぎてます。特に、高額納税者、高額所得者、それから大企業をはじめ大きな利益を出している会社にしたら 30% で済むなんてのはちょっと低すぎるわけですよね。 ですからそういうところの整理はしておくべきで、それでいくら取れるかというよりも財源は国債発行でいいんですよ。そうじゃなくて、そのお金を、この経済が大きくなった時に、過度に回りすぎないようにするために内部留保のお金を今から先に引き出して、この政府側の方にこの還流させる仕組みを作っておかないと、デフレから極端なインフレにならないようにするための、まあいわゆるビルトインスタビライザーですよね。そういう発想が私は必要だということをかねてから申し上げているわけです。まあしかしいずれにしましても、今この段階でまずやるのはですね、この子供の養育のための、子育てのための手当を、3兆円分ぐらい増やしていこうというんだったら、それは堂々と国債発行、つまり通貨発行でやるべきだと。で、保険料でやるという話はですね、みんなで支えるという発想で言うのでは、筋が通っているように見えるけれども、現実は完全なこれは増税そのものなんですよ。で、特に、一般の家庭の可処分所得を、せっかく給料増えても増やさなくしてしまうと。さらには、この中小企業、ただでさえ人件費を上げていかなきゃならないときに、プラスアルファで、この社会保険料まで負担させられると、経営的に非常に圧迫を受けてしまうと。で、そのことを考えるとですね、まずは、通貨発行でやるべきだということです。そして、そういうふうにやっていけば間違いなく経済は良くなっていきますからね。で、その経済が良くなった時に、過度に加熱 しないような仕組みをしておくために、今言ったように、法人税の基本税率や、留保金課税などをですね、つまり、過度なインフレ対策として、考えておくというのも一つの、この考え方ではないかというのが、私が今日申し上げたことであります。ぜひ皆さん方にもご賛同いただきたいと思います。今日もご覧になっていただきまして、ありがとうございました。